はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の5月17日の金曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、5月の17日の金曜日ということで、5月も後半に入ったところで最初の週末に差し掛かっていくところになります。今日東京地方はですね、結構天気が良くて朝から湿度も低くて爽やかな一日の始まりです。で、今日一日通してですね、湿度がだいたい 30% 前後ぐらいまで、最小で 30% ぐらいまで下がるということで、本当にこのような爽やかな天気が続いてくれればなというふうに思いますけれども、天気予報を見るともう来週はですね、曇りマークが続いていて、早ければ沖縄地方とかではですね、梅雨入りするかもしれないということで、まだ東京あたりも実際に梅雨入りするにはですね、一月ぐらいはあるので、まだまだそういったですね、雨が続くということはないとは思いますけれども、もうこういういい天気というのはあまり長続きしないもんなんだなというふうに思ったりします。で、このですね、天気に、私たちも左右されることがないように、気持ちいい日には気持ちよく、動いて、そして天気が悪い日とか、曇りとかですね、どんよりした時にはそれなりに自分なりにリズムをですね、崩さないように、そして、その天気にあまり左右されないように落ち着いて一日過ごしていきたいなというふうに感じています。で、今日ですね、自分なりに学びたい四字熟語については、今日の日本経済新聞の社会面でちょっと続報みたいな形でのこのニュースの記事となっていますけれども、スマートグラスの入試不正問題に学ぶ誤音ジョークという四字熟語を学びたいなというふうに思っています。ですね、今年の2月にあった早稲田大学の入試の際にですね、スマートグラスを使って不正にこの撮影した入試問題などを流出させた疑いで、この受験生の方がですね、逮捕された、書類送検されたということになっているようですけれども、このですね、入試をめぐる気持ちというのはですね、今の時代もそうですし、昔から厳しい入学試験をですね、乗り越えていく人たちにとってはある意味ですね、気の毒だなと思いながらも、どっかで共感というわけではないですけれども、分からなくはないなというふうに思うところもあるんじゃないかなというふうに思います。常にこのですね、18歳ぐらいという大学入試時期のですね、思春期の時にはなかなかこの入試も思うように取り組める人もいるかもしれないし、どうしてもですね、自分の思うように勉強が進まないとかはかどらないという人だっているし、それをみんな同じように不正をせずにですね、乗り越えていくところに意味があったりとかするので、決してこのスマートグラスを使って不正に入試試験をですね、解こうというふうな対応についてはあってはならないことですし、だからこそこういう社会的なある意味問題になっているということがあるので、この受験生、この18歳のですね、書類送検された人にとっては非常に辛いことですし、ご両親というか、親御さんの気持ちを思うともっとですね、切ないなというふうに思いますけれども、今だからこそこのようにですね、問題があっても、やはりこの思春期とか成長期というのは、いろんな意味で自分が思ってもいないようなことになってしまったり、やってはいけないことをあまり深く考えずに、軽はずみにやってしまったりということがあるというのも、またこれ誰でもあることだと思うので、こういう時にですね、しっかり自分と向き合ってもらって、そして親御さんにはしっかりとお子さんを支えてあげて乗り越えていっていただきたいなというふうに思うためにもですね、この誤音ジョークという四字熟語については、これはいつもですね、何回か今までも出ている宿泊のうちの八句の一つであって、宿泊の宿というのは生老病死、生まれること、それから病気になること、そして老いていくことと死ぬことということが宿泊のうちの宿ですけれども、八苦のうちの一つでですね、人間の人の体や心を構成する5つの要素が盛んに活動することから生じる苦痛とか苦悩ということが、この誤音ジョークという言葉の意味となっているようです。
で、この5つの要素というのは、まあ、五感といえば五感かもしれませんけれども、色、受、相、行、色というですね、色というのは、まあ、色という字ですけれども物体のことを指して、受というのは 感覚のこと、そして相というのは想像のことで、行というのは意思、そして色というのは認識ということで、まあ、物体というのは体のことであったり、感覚とか想像、意思、認識というのは心ということでもあるし、心と体のこの5つの要素が活発に活動すればするほど苦痛とか苦悩も増えていくと、多くなっていくということが、この五音浄句という言葉に込められているようです。特にですね、この五感とかですね、5つの要素が活発に活動するのは若いうちとかですね、心も体もまだまだエネルギーがある時ということが、言えると思うので、特にこの18歳からですね、前後の、この自分なりの、思春期の頃というのは、本当に五感とかですね、5つの要素が活発に活動するから、苦痛とか苦悩があるし、そしてどうしてもそこの時にですね、それを制御してでも取り組まなくてはいけない、入試とかですね、受験というものがあって、そこにどうしてもなかなか思うように対応できないことによって、ついついこの不正、スマートグラスという不正を思いついてしまったということが、今回に関しては非常に大きな問題だったなということになると思います。なので、誰しも同じように五音浄句でですね、このいろいろな意味での苦痛とか苦悩というのはあるものであって、それをこうかいくぐるような不正なこの方法を使って乗り越えていこうとしたところで、仮にそれでうまくいってもですね、これから先もっともっと大きな事件を犯してしまうことになりかねないし、やはりそのですね、やってはいけないことをやって乗り越えたところで、それでですね、それが自分の力になるものではないということになるので、まあこういうことはですね、必ず天網恢恢疎にして漏らさずじゃないですけれども、天というのはどっかでそれを歯止めをかけようということになることが往々にしてあると思うので、まあ先ほど言ったように今回ですね、やってしまったことに関しては本当に、まあ許されることではないという面があるし、みんな誰しも苦労して苦労して、受験というものを乗り越えていくことになるので、そういう意味で自分なりのですね、反省はしていかなくてはいけないけれども、誰しも必ずしもですね、何かそういうやってはいけないこととか、まあ、罪ということではなくても、自分なりの欠点とか汚点とか失敗というものは誰しもあることなので、それにですね、あまり肯定しすぎることなく、今回は今回の問題としてしっかりと反省をして、そして自分なりにですね、これをどのように自分なりに取り返していくかということを考えて、そして周りの人とか親御さんとかはそれをサポートしてあげるというふうに、まあ対応していってもらいたいし、そうしてあげてもらえると何よりだなというふうに思うし、誰しもこのですね、人の体の心が構成する5つの要素が盛んに活動する時期というものもあるし、だからこそ生じる苦痛や苦悩ということがあるので、でそれをうまくですね、捉えているこの四苦八苦という言葉、生老病死、それから、まあ、例えば愛別離苦、恩憎会苦、愚夫徳苦というような、人間の心が動くことによって、生じる苦痛とか苦悩というものは誰でもあるということなので、そういうですね、彼をあまり責めすぎることがないように、しっかりとサポートしてあげるような社会であってもらいたいなということを思って、今日はスマートグラス入試不正問題に学ぶ五音浄句という四字熟語を学びました。ということで、今日もですね、昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は38,920円26銭、38,920円26銭ということで、一昨日に比べると534円53銭、534円53銭ということで、500円を超える幅で値上がりをしましたけれども、39,000円台には届かず、38,900円台で昨日は取引を終えています。今朝のネットニュースなどではですね、ニューヨークの株式市場で4万ドル、史上初の4万ドルというような数字が出ていたということですから、今日それも影響もあって、日経平均株価などももしかしたらまた続伸するかなというふうにも思います。円ドル相場については、1ドル154円41銭から42銭、1ドル154円41銭から42銭ということで、一昨日に比べると1円68銭の円高、1円68銭の円高ということですから、結構1円50銭以上を超えて円高方向に昨日は
触れて取引を終えていたようですね。で、今日音読の題材に取り上げたい一つ目の記事については、今日の日本経済新聞朝刊社説の一つ目からで、タイトルは消費回復へ賃上げの持続力高める改革をということですから、まあ、消費回復というようなことがですね、言ったり、まあ、もしくは景気がいいと言ってみたり悪いと言ってみたり、まあ、この辺のところはですね、数字に一喜一憂することはないようにしたいなと思いつつも、まあ、こういう今の社会情勢の一つとして景気、この今の消費状況というものもこの社説から学ばせてもらいたいと思います。消費回復へ賃上げの持続力高める改革を。長引く物価高が家計の節約志向を強め、景気の先行きを不透明にしている。内閣府が5月16日に発表した2024年1月から3月期の実質国内総生産 GDP は前期比の年率換算で 2.0% 減り、2四半期ぶりのマイナス成長となった。特に個人消費は前年期比 0.7% 減と4四半期連続で減少。消費回復には物価上昇を上回る勢いで賃金が増える必要があるが、最近の円安で実現が遅れそうな気配だ。消費動向を注視するとともに、賃上げの持続へ生産性を向上させる改革を急ぐ必要がある。1月から3月期の実質 GDP は認証不正問題で一部自動車メーカーの生産出荷が滞り、個人消費は耐久財を軸に減った。輸出や設備投資の落ち込みにも波及。自動車の生産減は一時的な減少であり、今回のマイナス成長を過度に悲観すべきではないだろう。だが内需の柱である個人消費の不振は無視できない。4四半期連続のマイナスは世界に金融危機が広がった2008年から2009年以来だ。2023年度を通してみると実質成長率は 1.2% と3年連続でプラス成長を保ち、名目 GDP は前年度比 5.3% 増の597兆円と600兆円台の大台に迫った。だが昨年夏以降は名目実質ともに成長の勢いがはっきりと鈍っている。1月から3月期は働く人たちの所得の総額である雇用者報酬が名目では前年同期比で 2.1% 増えたのに、実質だと 1.0% 減った。賃金上昇率が物価高に追いつかず、実質賃金の目減りが続く。今年の春季労使交渉での大幅な賃上げは夏場にかけて実際の給与に反映される。だが円安や政府の物価高対策の縮小が物価をさらに押し上げれば、実質賃金のプラス転換は遅れる。消費の下振れリスクに目配りする必要がある。米国では5月15日発表の4月の消費者物価指数で、しつこいインフレに減速の兆しが見え、急激な円安ドル高に歯止めがかかった。それでも政府日銀は円安進行への警戒を緩めるべきではない。より重要なのは中小企業を含めた積極的な賃上げが持続するよう、生産性を高める民間の挑戦を最大限に引き出す取り組みだ。最低賃金の継続的な引き上げに向けて、政府は産業育成策や社会保障制度を見直してほしい。人手不足が成長の制約要因にもなる中、貴重な人材が成長分野に移りやすくする抜本改革こそが消費拡大への王道である、ということですけれども、この手の問題はいつもですね、まあ、似たようなことの、上塗りというか上書きというか、まあ、そんなふうに聞こえてしまうなというところもあるし、生産性を高めろとか賃金を上げていけとかですね、物価を上回る賃金の上昇というふうに言っていればそうなるなんてことはなく、みんなそういうふうにしたくてですね、いろいろと試行錯誤したりしてはいても、それがなかなか思うようにはかどらないということもあるのもまた社会の一つであるし、ただだからといって何もやらなくていいとかそのままでいいということではなく、やはりどのようなレベルとかですね、どのような幅だったとしても生産性は日々高めていく努力をしなくてはいけないし、賃金を上げる努力というのもしていかなくてはいけないけれども、賃金が上がればまた物価も上がるし、物価が上がればそれに
賃金の上昇が追いついていないというふうなことの繰り返しではあるんじゃないかなと思ったりもしますけれども、じゃあ賃金を上げなければいいかというと、それはそれでまたそういうわけではなかったりもするというのも、この世の中の経済活動の難しいところであるんだろうなというふうな感じもしたりしますけれども、消費回復というものを常に常に大テーマとしてですね、私たちの日々の生活とか仕事というのはどのように取り組んでいったらいいのかということを、私たちは自分自身、それから社会と常に常にこの問答を続けなくてはいけないということも、こういう記事を何回も何回も読むにつけ感じるところでもあります。そして2つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞朝刊社説の2つ目からで、タイトルは公務員も年功脱する処遇にということで、公務員も年功序列の賃金体系というものを改めたらいいのではないかという提言があったということで、まあそういうことにすぐになるとは思いませんけれども、どういう内容なのかということを改めてこの社説から学んでおきます。公務員も年功脱する処遇に。国家公務員の人材確保を考える人事院の人事行政諮問会議が中間報告をまとめた。公務の世界も民間と同様に人的資本の価値を高めることが重要として、年功序列を出して能力や業績に応じた処遇を徹底すべきだとした。もっともな提言であり、人事制度の抜本的な改革を急いでほしい。国家公務員試験の志願者はこの10年で3割減り、キャリアと呼ばれる総合職の若手の離職は毎年100人を超える。中途採用人材の登用も途上だ。中間報告が人材確保は危機的状況にある。国民の安全は生活に支障をきたし、国家の衰退に つながりかねないと危機感を示したのはうなずける。仕事に公務のような社会貢献を求める若者は少なくない。ただその実現の場は外資系コンサルタントやスタートアップなど広がりを見せている。人口減少で民間との人材の奪い合いが激しくなる中、競合する分野で民間並みの処遇は不可欠と言える。そこで最も優先すべき課題に挙げたのが、各府庁で政策の企画立案や政治など外部との調整を担う人材の早期選抜と報酬水準の在り方である。採用年次や年齢に関係なく、能力や業績に基づいて権限や責任の大きいポストに登用する。給与はその高い市場価値に見合った額に引き上げる。日本でも人材の流動性が高まりつつある中、どのような組織でも必要とされる優秀な人材を公務に引きつけるのに欠かせない処遇と言えよう。それには職務の内容や必要なスキルを明確にし、職務に応じた給与水準に設定することが必要だ。こうしたジョブ型の発想は、米国が主導した戦後の公務員制度改革でも職階別として取り入れられていたが、職務を厳密に定義するのは馴染まないとして形骸化した。改めて徹底せねばなるまい。人事制度は人事院や各府省が練るが、国会対応などの運用や総人件費のあり方などを考えるのは政治の役割だ。中間報告が抱く危機感を政治も共有すべきである。ということですけれども、まあ、このようにですね、なかなか一般の民間でもですね、職務能力に応じた給与水準というものの設定はどこでも頭を悩めているし、難しい問題であるし、その時時のですね、単発的なその能力というか実績だけでドカンと上げて、じゃあ次は下げてもいいのかというと、なかなかそれもそのようなことが簡単に許されるような、この労働基準法ではなかったりするところもあるので、こう書くのは簡単ですけれども、これを考えるためにどれだけの苦労とですね、それから根回しとか準備というものが必要かと考えると、言うは易し、本当に行うは難しということというものが常に新聞の提言というのには付きまとってくるなと思ったりもしますが、これも先ほどの問題と同じだからといってやらなくていいということではなく、常にですね、国会じゃなくて、国
果公務員であろうと民間であろうと、その職務の内容とそれから給与水準というもののこのですね、常に改善改定というものを怠ることはできないし、一度決めればもうそれで万能とか万全ではなく、常に常に時代の価値観とか世の中の情勢に合わせて変えていくということが必要になるし、働く人たちも自分でですね、時間をかけなければ得られないスキルとか、その社会の見方とかということもあることなので、あまり慌てて若いうちから自分の体力とか能力に合わせて給与を欲しいといったところで、それに合ったですね給与にすると逆に減ってしまうということがある場合もあるかもしれないので、そのようなことはですね、自分の時間とともにだん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 身についてくるところもあるはずなので、まあいずれにしてもあまり焦らずに、かといって着実に先に進んでいくというような感覚が必要なものではないかなというふうに感じます。そして3つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊ヒットの薬というコラムから、先週の売るを超えてのこれは可変になりますけれども、タイトルを確認すると、銀座恵比寿代官山で物語、ビールエンタメに昇華というような内容で、今回も中村直文さんのコラムとなっていますから、これもですね私個人的に大好きなビールの話となっているので、こちらを3つ目の音読の題材としておきます。売るを超えてヒットの薬、売るを超えて銀座恵比寿代官山で物語、ビールエンタメに昇華。アサヒビールの松山和夫社長が抱えるのは、国内ビールの味覚への評価は高まっているのに、なぜ市場が縮んでいるのかという問題意識だ。人気タレントを使い拒否を投じたテレビ CM、 飲食店への営業構成、それでも落ち込んでいったのは少子高齢化、消費志向の多様化という時代の流れにビールがずれていったからだ。おじさん中心の成熟商品と化したビール、やはり新規顧客が欲するものやブランドは廃れる運命にある。そこで遅らせながらビールメーカーが取り組むのは、エンタメ型の体験ビール体験サービスだ。アサヒビールは東京銀座に9月末までの限定で、主力のアサヒスーパードライの世界に没入できる初のコンセプトショップを開いた。その名はテーマ通り、スーパードライイマーシブエクスペリエンス。入店の受付を済ますと、まずは2階で5分間のスーパードライゴーライドを楽しむ。大画面スクリーンに、没入する高画質の 4K 映像を通じ、視聴者が製造中の缶ビールに乗っているかのように生産工程のスピードや迫力を五感で味わう体験サービスだ。振動する椅子とともに前方から風が吹きつけるなど、テーマパークの要素を取り入れている。1階に降りるとビールを飲んだり、泡の上に文字や画像を書く体験をしたり、ドライ時間を楽しむ。若者らに人気のロックバンドワンオクロックのライブ映像が流れ、気持ちを高揚させる。ビール離れの若い世代にこととしてドライの世界観を味わってもらうことが最大の狙いだ。ところ変わって東京恵比寿、1988年までこの地でビールを作っていた札幌ビールがこの春36年ぶりに製造を再開した。恵比寿ブリューワリー東京は約2500平方メートルのフロアには巨大な醸造装置が鎮座し、約100席を超えて限定の恵比寿ビールなどを楽しめる。圧倒的なリアル体験、唯一無二の物語を歌い、顧客との新たな接点に飢えている。5月10日の午後3時に店内を覗くと、まだ日も高いのに満席状態だった。札幌の歴史などを伝える施設内のガイドツアーは6月下旬までほぼ予約でいっぱいという。平日は1日に3度も開くのに驚くような人気ぶり。好きなことには時間を惜しまないコロナ後の消費行動が浮かび上がる。恵比寿から近い東京代官山、体験型の先駆者であるキリンビールは5月末ブルーワリーの併設店舗スプリングバレーブルーワリー東京を改装オープンする。これまでは1階2階ともにレストラン形式だったが、1階をビギナー向けの体験ゾーンに切り替える。クラフトビールスプリングバレーは量販品として売り出したが、愛飲家に今一つ刺さらない。そこで原点に帰り、間口を広げる動きに転換した。若い世代のテレビの視聴は減り、会社の飲み会も廃れつつある今、リアルの体験を通じた SNS での発信など、売り方の多様化が需要を伸ばす起点となる。
花より団子から団子より花が強まる現実、企業は物性を超えた情緒や味覚、美的感覚についてきちんと磨かないとドライな消費者からのエビス顔は拝めないということで、ドライな顧客からのエビス顔は拝めないということが、最後ビールらしいこのエビスとか札幌とかですね、というところを、なんて言うんでしょうね、うまく表現してるなというふうに感じたりもしますけれども、なかなかこういうですね、エビスビールの醸造ツアーがいっぱいといっても、これも若い人たちではなく、本当にまあ高齢者、我々世代よりもちょっと上ぐらいの時間がある人たちがこぞって押しかけてんだろうなというふうに思ったりして、まあ時間がとですね、お金がある人たちが、もの珍しくですね、昔を懐かしんでいってるのではないかなというふうに思うので、まあ何もやらないよりはいいとは思いますけれども、若い人たち向けにですね、まあこの中で何かをやってるのは、やはりアサヒビールのスーパードライのですね、イマーシブエクスペリエンスが、やっぱりですね、まあこの行ったことはまだ行っていないので、どれだけの、規模感なのかちょっとわかりませんけれども、もっと身近にとですね、それからビールが若者に受けないということも言いますけれども、結構私自身の周りでは若い人たちもビールを飲むケースがあるし、やはりどちらかといえば昔に比べれば飲む量が減ったということはあるんじゃないかなというふうなことで、今はですね、まあいろいろな意味でコンプライアンスもうるさくて、酔っ払いとかですね、あまり多量の飲酒というものに対して非常に社会の目が冷たいので、そういう意味で全体的にビールとかお酒の、摂取量が減っているということで、健康感覚ということもあるし、それによってですね、ビールだけじゃなくて様々なお酒自体の量というものが全体的に昔よりは減っているんではないかなというふうに思ったりもするので、ビールはビールでぜひ自分の道、己の道というものをあまりこびずに、追求してもらいたいものだというふうに感じます。ということで、今日はですね、2024年令和6年の5月17日の金曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日となりますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは